皆さん、お疲れ。サントリーハイボーズです。さあ、今回は購入報告と新しいお酒買ってきましたので飲んでいこうと思います。まずはですね、こちらですね、11月1日緑のコンビニにて緑のお酒2本ゲットしてきました。白州のミニボトルですね。今日飲むのはこちらではなくてですね、はい、買ってきました。こちら、じゃん、ジェムソンのですね IPA エディション、こちらですね、珍しかったので買っちゃいました。それでは今日はこれをちょっとした解説と試飲をしていきたいと思います。それでは最後までお付き合いください。チャンネル登録まずはよろしくお願いします。それでは皆さん、レッツジェムソン IPA。 はい、ではこちらですね、スタンダードは飲んだことあるんですけども、こちらですね、 IPA エディションということで、ビールが好きな方は気になるところではないんでしょうか。私も全く知らないので検索してみました。こちらジェムソンのカスクメイツって言われるシリーズがあります。ただそれは並行輸入品しかなくてですね、今回は何なんでしょうね、あのパッケージがそれとは違うんですね。あと内容量も750だったり1リットルがあるんですけど、こちらは700ミリの 40% のアルコール度数になっています。この辺がちょっとパッケージが違うんですが、裏を見ると確かにこの辺にですね、カスクメイツシリーズと書いてありますので、ものは一緒なのではないかと思います。IPA と書いてありますが、こちらクラフトビールの IPA のビールをですね、作ったバレルを使って後熟をしてあるという商品です。 IPA のビールはホップが大量に入っているそうです。そうですね、昔イギリスからインドにビールを輸送するときに途中で腐ってしまう、なんとかしたいっていうことでホップを大量に、ぶち込んだわけですよね。そうして生まれたのは苦味が強い IPA ビールということで、今ではとても人気の商品になっています。それを使って後熟してあるので、もしかしたらその辺の苦味なんかが楽しめるんではないかなと楽しみにしています。ジェムソンはスタウトエディションというエディションが出ていますが、それに続く第2弾ということだそうです。アイルランドのクラフトブロワリーフランシスカンウェルとのコラボレーションによるリリースで、 IPA インディアペールエールですね、インディアペールエールでシーズニングされたビアバレルでフィニッシュしたウイスキーということだそうです。ウイスキーとビールの組み合わせですからね、ちょっとどんな味がするか非常にワクワクしています。それでは早速飲んでいきましょう。今日買いたてですのでね、特に一見変わった香りはしないです。ウイスキーの匂いがするなっていうぐらいですね。アイリッシュウイスキーですのでね、3階上流の爽やかさ、スムースさをね、楽しむためにやっぱりこれでしょう。ハイボールでいきます。今日は緑づくしですね、白州のグラスでジェムソン IPA エディションハイボールいただきます。乾杯坊主。うまい。ジェムソンスタンダード飲んだことありますけど、あの甘さと爽やかさと飲みやすさがあるんですけど、どうでしょう、そこにビールの苦味、ちょっと感じない。ちょっともう一杯飲んでみましょう。ちょっと薄かったかな。ちょっとフロートもしてみましょうか。さあ、ちょっと2回目の正直乾杯坊主。さあ、果たして IPA の香り味はするんでしょうか。少し苦味がしますね。
うん、あの濃くすると爽やかさがちょっと消えますけど、苦味のようなものが少しあります。樽のウッディな感じとはまだちょっと違って、なんでしょうね、飲みやすすぎるっていうことぐらいしか分かんないあのある意味こう正直なねレビューというかまあでも飲みやすさで言うとさすがはジェムソンだなっていう感じがします。バスカーの緑とか青とか、ああいう風に似たようなね飲みやすさ、うまさがあります。本当に食事の時に食事を邪魔しないね味でいけるんじゃないかな。辛い料理とかにね非常に合いそうな気がします。はい、今日はですねジェムソン IPA エディションを飲んでみました。ちょっと語彙力が足りなさすぎて大したレビューになりませんでしたが、これからもハイボーズよろしくお願いします。さよなら。うん、うまいことには違いない。